今あのツイッターで名前を馳せてるマスクさんのスペース X です。これ裏側にあの滑走路とね、それからあのテスラの工場があります。ここからみんな入ってくんだけどな、アルバイトの子たちとかは回転とこからね、意外にファンファタブルに入ってる感じがするんですけど、これスペース X のマークのロケット、クレンシャーブルーバードっていう、まああの105っていうフリーウェイの横を走って、クロスして走ってるんですけど、意外に近いところにあるんですよ、スペース X っていうのは。これ全体を歩くとちょっと時間があるんで、今回はちょっとやめさせてください。これスペース X です。この裏側にあのさっき申しましたテスラの工場があります。それと滑走路もあります。飛行機、まああのビジネスジェットぐらいは出入りできる、まあ乗り降りできる滑走路ですね。大型のジャンボぐらいになるとちょっと無理かもしれないですけどね。380とか無理ですね。でもまあ通常の飛行機であれば。トリプルセブンも無理かな。こんな感じです。ちょっと急遽撮ったんでね、あれなんですけど、スペース X の場所が知りたい場合はまた聞いてください。僕はもうすぐなんかあのタイミングと、それからあの生の情報をお伝えすることにこだわってるんで、全然あの計画性がないなって言われるんですけど、計画性というか、まあ今旬のものをすぐパッと取ってくるという感じですよ。もしあのスペース X 見に行きたいっていう方は行っていただければご案内しますんで、ロサンゼルス空港から本当にほど近いですよ。ほど近いというか、まあ知ってれば近い、知らなければそうですね、まあまあそこそこ感じですけど、中もあの電気自動車で、まあ、あのゴルフ場とかのカートでああいう風に行き来できるんですけど、僕は入港許可証がないんで入れないですけど、ではではまた。